ツイートしたんやけどさ、無償に寿司食べたくて昼飯寿司出前取ったら、俺が頼んだメニューがお寿司1人前なんか10缶入りみたいな1人前と茶碗蒸しとかぼちゃの天ぷらで箸4膳入ってたん。あれはおもてなし？あれは何？お醤油、わさび、ガリ、全部4つずつぐらい入ってたけど、そんなシェアの仕方あるんかな？12貫を4人で食べようとしたらさ、1人頭3貫やけどさ、こんなこと言ったらお魚さんに失礼やけど、絶対ハズレのやつあるやん。例えばさ、マグロ、ハマチ、イクラ、じゃあ俺これ3ついくわっつって、お、俺卵、ネギトロ、アナゴみたいな。もっと言うとなんかよくわからん得体の知れない白身魚とかの時最悪やん。だからまあ俺はもう心の中の妖精さん3人と食べましたけどね。退職したよ1人で。しかもさ、出前で頼んだんやけどさ、最低到着時刻より遅れたためって言ってさ、なんか500円分のクーポンもらったよな。ちょっとラッキーじゃね。確かに今日めっちゃ遅れてたんよ。全然届かんなと思って届いたらさ、いやもう押そうと思って、いや茶碗蒸し冷たなってるやんと思ったら、あのレンチンするタイプの茶碗蒸しあって、で600ワット何秒って書いててさ、うちのさ電子レンジ500ワットしかないんよ。まあこのぐらいやろっつってピッピッピッと押したらさ、600ワットで何秒っていう、その何秒のリミット超えたあたりから電子レンジがボコ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 ってマグマみたいな音出し出して、卵って電子レンジ入れたら爆発するやん。俺それ起こるんじゃないかなと思ってマジヒヤヒヤしてた。結局溢れることはなく、それこそ本当にマグマみたいな茶碗蒸しが完成しただけやったんやけど、映画館で咀嚼音うるさいの無理すぎる。ポップコーン静かに食えよって思う時あるな。めっちゃシリアスなシーンやとみんなさ、ドリンク飲むとかポップコーンとかもなんかこうゆっくりシャリぐらいの噛み方するやん。あれ結構愛おしいねんけどさ、たまになんかマジでダルダルイングリッシュみたいな、ダルさんみたいなポップコーンの食い方してるやつおんねん。シャク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 ーっつってできるわかるわ。できるだけ爆発とかしてる時にポップコーン食う。明らかにチャンスな時あるような、アクションシーンとかあれも食い時やからね。んでんたか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 んたかたかんたーんとか言って銃声してる間にバク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 ジュースジュルジュルジュルーつって。てかロリポンさん、そういう TPO とか気にするんや。俺あの 4D 一回行ってみたいなと思うんな。銃殺されるシーンとかでほんまに弾丸飛んできたりするのかな。水はかけられるスプラッシュマウンテンみたいなあんなあるんや。ハートのおばちゃんとかおじちゃんが霧吹き持ってる。あ、そういう原始的な濡らし方なんや。 R18 のエロ系の映画で 4D したらバカ売れそう。なんかそういういかがわしいシーンの時にパートのおばちゃんがあの座席の下から現れて触ってくるみたいな。フィニッシュの時にだからあのパートのおばちゃんが顔に霧吹きで水かけてくる。いらねえなもう映画館じゃないやろ確かに。やっぱり長時間配信しんどい。いや、やってて別に楽しいからいいんすけど、話すことなくなってきたなーって時に俺終わってんのよ基本的に。バツナギだけで話してんなっていう感覚になる時があるから、それが俺は個人的に好きじゃないっていうのがあるから、で魂込めて話してられる時間やと思ってほしいわ。俺の配信時間は結構雑談の場合ね、俺の本気を出して喋ってられる時間が大体2時間ぐらいかなっていう。だから魂の寿命やと思ってください。例えばまあ大体2時間ぐらい普段配信してて、今例えば1時間配信してるとしたら、俺の寿命はあと1時間ぐらいだと思ってください。だウルトラマンみたいなもんよね。あ、そろそろこいつ点滅し出すぞっていう。だいたい話し終わった後にふうとか、あーうーんそうやねーとか、こういうなんかバツナギ出始めたら、あのウルトラマンで言うとかな、あの点滅してる状態、あそろそろあいつ星に帰るぞ、故郷に帰ると思ってもらって、あの必死にまだ行かないでウルトラマンみたいな感じで話題をポンポン提供してもらえればなと思いますけど、はい。昔の実写であったプレステの箱に入ってた体液どうなった？あれ俺のおしっこね、高校生の時。まだあるよ。気化した。でも高校生の時プラスチックのさ容器に入ったタラタラしてんじゃねえよを買ったんよ。大容量の1日で食べきっちゃって、この空き瓶使えるなーと思って、その時の俺頭がおかしかったから、おしっこをその中に並々入れて蓋閉めて、で蓋閉めて漏れないように蓋閉めた上からその蓋と容器の接合部にテープぐるぐる巻きにして、もうそんなん見つかった時点で俺の世間体は終わるんやけどさ、家族の中の。でもまあ一応見られた時用に絶対に開けるなってマジックで書いたタラタラしてんじゃねえよを PS4 の箱の中に入れてたんよ。で経過観察してたので、ふと1年ぐらいその容器の存在を忘れてて、あそうあれどうなったんやろと思って見たら、並々入れてたはずのおしっこが
全部なくなってた。だから気化したんやろうな多分。すげーと思って、高校生の時の俺はこのおしっこを俺タイムカプセルにしようと思ってたんよ、結構リアルに。だから10年前のおしっこやって言って、だから28歳もうみそじの時に、もっとでもいいよ20年30年後に45歳とか50歳になって、高校の頃のおしっこやでって言って子供に見せようと思ったので、絶対に開かないようにぐるぐる巻きにテープをやって、しかも万が一第三勢力から開けられてもいいように、蓋開けようとしたらずれるようなマジックの線をつけてて、だから開けようとした瞬間にそのマジックの線が一直線からちょっとずれるから開けたってわかんのね。だから誰かが触ったことはわかるから、そうしてたの。なくなってたね、びっくりした。科学の実験をしてましたよ。樽に入れたワインがちょっと減る。そうなん？え、ワインってさ未開封でも減るの？ちなみにね、俺あれ気化した後に、なんもなくなってると思ってびっくりして開けたんよ一回。開けたというかちょっとこの蓋を緩めたんよ。そしたら中学生の時の理科の実験で直接嗅ぐなよって言われてたアンモニアのって嗅いだ瞬間に鼻緒に爪楊枝をぶっ刺されたような痛みが走ったから、そっと閉めた。天使の取り分ワインがちょっとなくなるの、エンジェルズシェアっていうらしい。だからそう、エンジェルズシェア、だから俺高校生の時の俺のおしっこのエンジェルズシェアを鼻に存分に食らって、ああ高校の時の俺は生きてたんやなって、こうエモい、すごい感傷に浸って。いや、オークションしてさ400円とかやったらどうするん、クソ恥ずかしいやん。始めます。100円から出血剤サービス始めます。102、104、105、150、200、250、300、400、もっとちょっとあの1000とか2000刻みでいってください。はい、400の次、カン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 、引退です。海外に自分のおなら売ってた女性いたから大丈夫よ。あれすごいよね、自分のおならをパックに詰めて何千円とかで売って大金稼いでる美女おるからね。落札者がおもむろに飲み出したらどうするん、いやだから気化してないっつってんねん。俺の部屋の中で4年ぐらいかけて充満してたよ。まあ引退配信で最後にやろうかな、視聴者プレゼント。最初で最後の視聴者プレゼント。さきちゃん誰のおならなら買う？いや買わん、おならは買わん、おしっこなら買うかも。アイドルとか大金トイレに流してるとか思うと滑稽。そんなことはねえだろ別に。その逆説にはならんやん。全然健全じゃないし、そういう文化はなくなった方がいいかなと思いつつ、別にメルカリとかで使用済みのすく水とか買う人の気持ちはわかるよ。てか道端にパンツ落ちてたら拾うんよな俺多分。あんまそういう状況に出くわしたことがないけど、道端に落ちてるパンツってさ誰のかわからんけどさ、逆に言うとさ自分が誰のパンツかっていうのをさ決めれるから価値格なような、パンツが道に落ちてる時点で。今目の前でババアが脱ぎましたやったら絶対拾わんけど、誰のかわからん時点で誰にでもなりうるんよね。ミロのヴィーナスが美しいのと同じ理由やね、絶対違うと思いますけど。そんな次元の話をしてない、もっと低次元の話をしてますけどね僕は。両腕がないから美しいじゃないんだよ。いやだから女装趣味のおっさんのパンツやったとしても、それは俺は知り得ないじゃないですか。シュレディンガー、そうシュレディンガーのパンツっていうのが一番しっくりくっきりくるよね。何の話やねんおい。でも筋は通ってるんよなパンツだけに。ちなあと20分で2時間やね。いやーその今ウルトラマンで言うとこのその点滅しながら話す話題ないからパンツでつなぐかーじゃないんだよ。そんなに苦しんでないというか、別に今日一番危機として喋ってますけどね僕は。桜の下ネタはキモいけどキモくないよな僕の。でもね、高校の日本史の先生がマジでいいこと言ってて、これは今でも教訓にしてるんやけど、ジョークを言うにも学がいるっていうのがその人の口癖やったんよ。ほんまにそうやな。しかもその先生はめっちゃ面白かったんよね。なんかそのユーモラスな感じの先生で、俺は下ネタを言うときはできるだけ生々しくないように、できるだけいろんなものに例えて話すようにしてる。ありがとう日本史の先生。言うモラスな、いや全然違いますよ。学のないコメントやめてもらっていいですか。おしっこの下りは割と生々しかったですよ確かに。ふうふうピコン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 、もうこの辺でいいか。